何か絵の具でも溶かしたみたいに真っ赤だな。そうね、すごくに悪そう。いや、その逆だ。これは主に野菜と脳の回転を速くさせる成分を使っているから、体に悪いということはない。その証拠に、僕は毎朝これを作って飲んでるからね。まあ、ザワリが飲んでるって言うなら、そんな心配する必要はないな。そうね、それにほとんど野菜室ってないみたいだし、警戒する必要はなさそうね。それじゃ、早速みんなで飲んでみよう。作りたてはすごくフレッシュで美味しいんだ。おう、それじゃ、乾杯チー。乾杯チー、ぶっ。つ、うえつ、ふみつ、なんだこりゃ。ひどい味、苦いし変にスムイチジーみたいになった部分もあるしで、飲めたものじゃないわ。おい、サワリ、お前本当にこんなもの飲むのかよ。ぶつ、ぶつ、ぶつ。まずい位置。何よ、やっぱり飲めないんじゃ。もらいつまい。普通、当然だろう。こんなにひどい味なんだから、うまいわけがない。でち、その後もう一杯って言ったろ。ひどい味ではあるけど、飲んだ直後に頭が冷める感じが、たまらなく最高なんだ。とはいえ、やはりこれを飲むのは寝起きで騎士番だと思う。君たちも、ぜひ毎朝この赤汁を飲んで、一日頭が冴えた状態で過ごしてほしい。まあ、目は覚めそうだよな。このひどい味のものを寝起きに飲めば。飲もう。って気になれればね。多分普通だったらならないと思うわ。頭を冴えさせたい天才限定ってことで、天才の赤汁って名前にしたらどうだ。天才限定と思われるのが難点だが、ただの赤汁よりはいいかもしれない。その名前を採用するよ。お礼に、10回分くらいお土産として。いらないから。